から2週間何の進展もねえじゃねえかよ。そうですね、岩本さんに聞いても決まり次第追って連絡します。使いません。使えねえな、あの女だよ、手がかかる。もうああもうどうすんの、どうすんのおっさん。どうするとか言われてもよ、最年長なんだから仕切るとかなんかあんじゃん。台本も何もできてねえ状態じゃさ、あの俺たちできることってなんだ。なんかあるの、あ何練習しませんか。練習何の。発声とかストレッチとかお芝居の。だから俺らは素人じゃねえ。でも中村さんは素人さんです。じゃあ中村さんだけやっときゃいいじゃん。それじゃダメです。何が正しいとか間違いとかコツとか練習法とかみんなでサポートしつつ私たちも練習をするんです。あ、確かにうちの劇団も練習前には必ず発声します。進行が深まる。まあゆりえちゃん難しい言葉知ってんのね。さすが天才。平等院の言う通りさ、俺たちはプロだぜ。そうだぜ。今さらそんなことしてる暇あんのかよ。あら、さっきまで暇そうにしてたくせに。なんだよ、仕事がなけりゃ何もできないでしょうが。どうしてこの時間を使って少しでも上手くなろうって思わないのかしらね。なんだよそれ。俺が下手だって言いたいのかよ。綾杉さんさ、俺の演技見たことないでしょ。見たくても映ってないなら見れないじゃない。よく言うな。自分だって最近全然見ねえじゃねえかよ。どうせやるだろう。あ、こいつそうだ、不倫かなんかしか分かんねえんだよ。不倫を待ってついてください。もうやってれんねえよこんなの。大体なんで俺らがこんな素人の面倒まで一緒に見なきゃいけねえんだよ。ちょっとそんな言い方だよな。やりたけやさ、勝手にやればいいんだよ。そうそうだ、ゆりえちゃんも大事な時期だからね。変なこと言葉だからたまったもんじゃないわ。私もこの件はパス。早辻さんまで。そこまで言うんだったらさ、高倉さん、はい、あんたが教えりゃいいじゃん。そうです。私ですか、うん、そうよ。言い出しっぺなんだから責任取りなさいよ。わかりました。高倉さん大丈夫です、一人でできますから。あ、すいません、大丈夫です、二人でやりましょう。あの僕もよかったらお手伝いします。ありがとう。俺山田ちゃん、なになになに、もしかして高倉さんにほの字だのかに。なんか言われたらごめんね、これがいらない。しからしたかい。しかも一緒に名前を取りもお邪魔でしたんだからか。中村さんを腫れ物みたいな言い方。すいません。お腹に力を入れて、あです。あ、いい感じです。ではアメンボ赤いなあいうえおって言ってみましょう。アメンボ赤いなあいうえお。はい、バッチリです。アメンボ赤いなあいうえお、バッチリです。浮き藻に小エビも泳いでる。おはようございます。あ、おはようございます。皆さん連日の稽古お疲れ様です。疲れるほどしてねえけどな。はい、残り2ヶ月を切りました。ここで皆さんにお知らせがあります。え、もしかして主役決まったんですか。やだ、俺ですよね、俺でしょ。いや、俺なんかやった主役か。いや何言ってるんですか。何、山田お前はねえか。何番言うのね。はい、楽しみです。アマゾンです。はい、はい、しよう。よろしくて。本番まで残り2ヶ月を切りました。が主役はおろか台本も完成していないという連絡がありましたので、もうしばらくお待ちください。それでは失礼いたします。え、情けない声出すな。以上、岩本でした。
どうすんだよ。2ヶ月ねえんだよ。主役は賞金も金はどうするんですか。僕どうやるんですか。どうしよう。どうしたねリアちゃん。そうね、そろそろ事務所のこと決めたいよね。スーツケース注文しちまったじゃねえかよ。最悪だよ。もういい、もういい、もう知らねえ、もう知らねえ。ちょっとどこ行くんですか。タバコだよ、タバコ。え、私は帰るわ。もういいね、もう今日は解散だよ。帰るかな。山田ちゃん、ほら、もう飲みに行くよ。ちょっとやめてください。あ、行くぞ。また、また、お疲れ。ビール、ビール、ビール。ちょっと。どうなるんだろう、本当。皆さん、お仕事ですもんね。え？お仕事としてお芝居をしている。舞台に立っている。そうですよね。どうしたんですか？皆さん、どういったお気持ちなんだろうって。私は経験がないので分かりませんが、お仕事として舞台に立っている。まあ私もみんなもそれでお給料をいただいているので、私はどうしてもお客さん目線になってしまうんです。お客さん目線。例えばお給料が出なくても賞金がなくても、お客さんがいなくても、有名じゃなくても、いいものを作ろうって、そういう気持ちは皆さんあるのかなって。偉そうですけど、私たちはお仕事としてお芝居をやっています。大人の都合って言うんですかね。喜ばせるのはお客さんよりかは他業者だったりスポンサーだったり、そういうところがありますかね。やっぱり内容には興味がない。ああ、いや、そうではないんですよ。すいません、変なこと聞いて。皆さんプロですもんね。私も今日はこれで失礼します。すいません、変なこと聞いて。失礼します。いいものを作るか。